パメのなんだこれ TV、 VJ のキャリーパメパメです。そして私と一緒に番組を進めてくれるのはこちら。どうも、意志を持って喋る意志、なんこれやんでーのボンドでー元気だね。当たり前じゃないですか。ちょっと前回すごい無言な意志来たけど大丈夫だった？いや、ちょっとね、それもあるからちょっと今回俺張り切んなきゃなと思ってんだよね。うん、いや本当に喋んなくてびっくりした。で、なんとキャリーちゃんは10月18日から初のアリーナツアーがこれ始まるみたいですね、はい、タイトルが、うん、キャリーパミパミのカラフルパニックトイボックスというちょっとおもちゃ箱をひっくり返したような、うん、あのステージを送りたいなと思っていて、うんうんうん、東京だと代々木第一体育館でやるからぜひ石くんも来てよ。行くよ、うん、俺を袖の端っこの方に置いとけないのかな。ちょっと染めていいならドットとかにしたいな。え、本当に灰色がね、うん、ちょっと沈むから、うん、眼鏡もカラフルな感じにして、うんうんうん、はちまきもカラフルにしたらいいよ。さあ、それでは早速今日もいつもの感じよろしくお願いいたします。はい、千秋さん、須野まいささんをお迎えしております。よろしくお願いします。赤い公園さんとこフラワーカンパニーさんってのは交流あるんですか？あの一回この間フェスでね、いや、この間フェスで打ち上げがあったんですよ。すごかったです、はい、これでも彼女がすごかった。すごかった。彼女が打ち上げの MVP 取ったからね。いや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 、すごかったよ。すごいっすよ。すごいって何ですか？モノマネをされてたんですか？そうなんですよ。なんで面白い、まあ、モノマネとは呼んでないんですけど、うんうん、あの友達って呼んでるんです、私は。どうやって友達って呼んでて、あのホテルにやっぱこうライブして、うん、すごくあのやっぱりお客さんとかわーって盛り上がった後に、うんうんうん、みんなホテル帰られるじゃないですか、アーティストの方々で、一人部屋ですごく寂しいじゃないですか、うんうん、さっきまですごいあんなにいっぱいいたのにって、歓声浴びてたし、うんうん、でなんかすごいあの自分でもちょっとこう今日のライブどうだったかなって思うところとかあって、うんうん、なんか今日良くなかったんじゃないかな、声出てたかなって、さ聞こえてきたんですよね、後ろから。千秋、あんた今日めっちゃ歌良かったで。あんたの歌ほんま最高やから、もうちょっと自信持ち。高田久美さんの声聞こえてきた。俺も聞こえた今。そう、右肩から、うん、え、くーちゃんありがとう。そしたらこっちからまた違う別の声が聞こえてきたんですよね。千秋ちゃん、とっても素敵な声だね。アンパンマンだと思って。アンパンマンと高田久美さんだ。今アンパンマンか、そうか。今アンパンマンだ。かったアンパンマンか。ホテルで一人でも高田久美さんとアンパンマンと、はい、そう、ね、私でこう三人で。超ビッグネームだね。そうなんですよ。いやー、今日楽できるわ。全然喋んないじゃん。いや、寿司ネタ取らないでこんなに盛り上がるキャリー初めてだよねこれね。確かにね。うん。バイク写真ってなんだこれ。お、バイク写真、これは僕たちですね、この二人は僕と彼。どえ、古い写真ですか？あの古いってもあの戦後すぐとかするんじゃないですか？違うんですか？現代、現代、多分それこそ17、18年前かな、多分17年前ですかね。かわいい。で、まあ僕たちバンド結成して25年なんですね、今年で、うん、で、メンバーチェンジとかもしてなくてずっとやってるんですよ、はい、で、中学3年から一緒なんです。同級生だからね、もともと。で、これ16年前なんで27とか8とか、まあそれぐらいだろうね。それぐらいでこの感じなんです。なんかめちゃくちゃいいですね。そうなんです。めっちゃいい。これ俺すごい自分の写真の中でもベスト5に入るが好きな写真で、ちょっと危ない匂いする。そうでしょ、危ない匂いします。それが、うん、なんでしょうね、そのバンドっていう共同体ってあるでしょ、はい、ちょっとすごく特殊な共同体じゃないですか、うんうん、はい。で、僕ら25年もやってるので、うんうん、で、これじゃないですか。やっぱこれ何らかの、
肉体的なのじゃなくて精神的な、うん、今で言うまで BL っていう感じ、まあ、ボーイズラブ的な、そういうのが自分の気づかないうちに潜在意識としてあるのかなと思ってこの写真を毎回、うん、なんかだからバンド間でちょっと嫌なことがあったりするとこの写真見て、あ、私こんな仲良かったのになっていう、あの頃の気持ちを思い出して。何のドラマだそれ。これはどこで何してる写真なんですか。九州で、九州か、ラジオやってる時かなんかの、うん、終わった後にご飯食べた後に調子に乗って、うん、知らない人のバイクに乗って、うん、それは酒入ってるから、そうしたらそのまま鈴木が後ろに来たみたいな感じ。なんだこれ、自分たちのなんかツーリングかなんかした時に免許持ってませんよバイクの。そうなんですね、怖くて乗れない、動いてないです、動いてないですこれ。常日頃思うんですけど、うん、こう居酒屋さんとかに行って、はい、ノンアルコールカクテルっていう、こうメニューのところあるじゃないですか、うんうん、でもあれはジュースですよね。ジュースだね、間違いなくカシスオレンジノンアルコールカクテルみたいなことになってるんですけど、うんうん、カシスオレンジジュースって言った方がストレートだよね、うん、でも、うん、なぜやっぱアルコール気分のためだけに、うん、ノンアルコールカクテルっていう名前があるのかと思ったら、うん、なんてややこしいことをするんだろう、うん、確かに、ね、回りくどいね、うん、お酒は飲まれますか。酒飲みます。めっちゃ飲みます。好きですね、うん、僕だけ飲まない。飲まないですね。そうなんですか、うん、あのね、味がね、美味しいですか。まずビール美味しいと思う人。はい、私まだ飲めないです。ですよね。それ本気で美味しいと思ってる。美味しいと思うようになってきました。でしょ、だからビールを美味しいと思うのがかっこいいから、うんうん、美味しいと思うように努力してなった結果でしょ。そうですね、あの1杯目ビールじゃないの頼むと大変なことになりますから。そう、俺みんなそうだと思うんですよ。ビール絶対美味しくないし、誰も本当は美味しいと思ってないんだけど、誰かが最初にかっこいい人がかっこいい人が多分ビールを、かっこいい人って、まあ、勝慎太郎とかその人ですよ。その前からですよ多分。うまい、ビールうまいって言ってその姿がかっこよかったがゆえに、うん、みんなだから、うん、あのそれを美味しいと思うように無理やり。うまいよビールは。でもね、美味しいよね絶対。いや、あのね、ブラックコーヒー、うんうん、美味しいと思います。私ブラックコーヒー大好きです。ブラックコーヒー好きな人、はいはい、ブラックコーヒー、あ、美味しいですね。だから本当に美味しいものは甘いものなんですよ。動物が生きてるものが美味しいって感じるものは、あの甘いものだけなんですよ。甘みだけなんですよ。で、苦いものコーヒーであるとかビール、はい、あれを美味しいって感じるのは老化なんですよ。え、そうなんです、味覚障害なんです。それはすなわちだから若い頃からビール美味しい美味しいって飲んでる人は味覚に障害があるんです。これ僕の持論ですよ。そう、持論ですね。研究し、長年の研究した結果ですよ。すごい。でも今怖かったらですね、目がめっちゃ開いてたから今目が。何なんですか。でも苦いもので好きなものないんですか。ゴーヤとか。ゴーヤ好きです。なんだよ。それはなぜ好きかというと、ゴーヤは栄養があるっていう前提があるから、これを食べたら健康になる。だからゴーヤを食べても全く栄養がなかったら俺は絶対好きじゃない。あ、ジェラートピケ。全くわからない、はい、これは私初めて今日聞いた、はい、最近ジェラートピケのお洋服にちょっとハマっていまして、はい、でもあれって寝巻きですよね。寝巻きなんですよ。待って初めから説明したら一言もわかんない。基本的にモコモコとした、うん、その女の子が部屋着で着てたら可愛いようなお店で、うん、結構最近大量に買いまして、うん、肌触りがすごくいいんですよ。そうですよね、うん、してます。ふかふかしてて、私も家で着てます。着てる。やっぱりやっぱりよく眠れますね。ふかーってして眠れるんだ。本当に本当に気持ちいいんです。いやでもこれキャリーちゃんとかが例えばね、ステージ衣装とかそういうのでコラボしてまた来たりとかしたら、うんうん、一気に流行っていくと思いますよ、うん、もっともっと ね秋とかちょっと肌寒いのにちょうどいいから、うんうん、そうなんですよね。はい、おすすめです。ステージ衣装で思い出したんですけど、はい、最近あの赤い公園が新しいあのステージ衣装ではないんですけど、新しい出方をしたんですよね。え、衣装とかじゃなくてこれ
ちゃんと、あ、あれ？うちのドラムなんですけど。あ、うちの、 あのドラムの歌川さんなんですけど、うん、今年あのロッキンオンジャパンというフェスで、はいはい、あの私たちの時間帯が全くあの被った裏のステージで、あのゴールデンボンバーさんがやられてたんですよ。やってた。そう。でも赤い公園とゴールデンボンバーさん同じ時間帯で、うん、これもう絶対お客さん取られてしまう。うん、私たちもうどうしたら、うん、振り向いてもらえるだろう、振り向いてもらえるだろうと思って、うん、あのドラムにこうダルビッシュさんのメイクをしてもらおうということで、はいはい、うん、してもらって、うん、最近ちょっとこれあの定番化しつつあるんですけど、そうですね、可愛らしいですね。可愛いですか、うん、間近で見たら本当に怖かったもうあのライブ終わりにちょっともう崩れてて落ち武者みたいでしたよ、うん、すごい怖かったそう、こんなことやってるんですよ。いや、いい、いいと思います。いいですか、これ、いい。ちなみにですけど、これは、これは僕の定番 の、 あの裸にオーバーオールっていう。あ、そうなんですか。忘れたわけじゃないですよ、これ。いろいろ。それはあの罰ゲームでもないし。これ、同列なの。まあ、同列。いろんなことやられてるんですよ、皆さん。そうなんですよね。でもしかもその、まあ、決まり事としては、うん、あまりにあやかりすぎてもいけないということで、うんうん、一切ライブで彼女に触れない。何もね、それはいいね、それはいい、一切触れない。そうか、うん、ちょっとざわざわするみたいな感じでね、お客さんは、うん、赤い公園さんいつも白い服着てます。そうなんですよ、うん、そうなんですよ、もう足の先まで白で、うんうん、それは なんでなんですか。あまりに私服がダサいから、なんかちょっとうまく見えそうな感じで揃えようということで、あの近所のデパートに行って白いパジャマを買ってきて、4人でお揃いで来たのが始まりで、そっからずっと白を着てます。そうなんですね、はい、照明がすごく映えるんですよね、白はね、白は、ね、実用性が。しかもこう白でちょっと顔も白く見えるというか、うん、華やかに、そう、そうだ、見えますね。あとでもあのご飯とか食べるときに彼女がすごいこぼすんです。結構あの使い回したりとか、うん、あの時あなたが着てたあれいいから今回ちょっと貸してとかやったりするんですよ、うん、交換もできるんだね。もう借りれないですね。彼女が一回使ったものは全部汚い。やだ。そういうのやだって言わないで。やっしょ、タレコの人。私も跳ねちゃいます。あ、本当ですか。うん、一緒ですね。一緒にしちゃダメ。よかった。結構なんか跳ねないようにしてても、サーモンとか掴んでも、そっこっからサーモン落ちちゃうと醤油飛びますよ、ね。そうなんですよ。だから自分たちは限定だったけどね。自分たちは気をつけてるんですよ、ね。気をつけてる。私もこの前やっちゃって、シミ取り持ち歩いてもらっててマネージャーさんに。でもすごい、私たち。あのシミ取りまで頭回らなくてゴミ袋かぶせられてました。この間のスタイリストさんが私をこうやってこのまま食べようとしたら、ちいちゃんだけゴミ袋かぶってって言われて、ここ穴開けたゴミ袋かぶって手出してここかぶってましたもん。よだれかけみたいなこと。そうですね。ただよだれかけだと、私よだれかけかけてカレーうどんこの間食べに行ったんですけど、あのよだれかけには一切汚れがないんですけど、あ、美味しかったって取ったらバーッて。そう、ダメだと思って。もうダメだ、もうダメだ、もう本当に。それはこういうふうに脱げって話ですよね、食べるときは。帽子って普通、まあ僕も今かぶってますけど、はいはいはい、うん、日よけじゃないですか、はい、でサンバイザーっていうのは、まあ、もちろん 目をね、光から守るっていうのがあると思うんだけど、はい、別に上取る必要もないんじゃないかなと思って間違いない。でここ暑くないですか。暑いですよね。そう、暑いでしょ。確かに。何用なんだろうなっていうの、元々。わかりました、はい、前髪用語出したい。出したい。ちょっと私が落ちるんだけど。大丈夫。ケンちゃんと違うぜ、たぶん。どうやってんのよ、なぜそれ。出せる。おしゃれだ、それも。だから、前髪、おしゃれで。おしゃれで。なんだこれ TV。フラワーカンパニーズが、まあ、車でツアーやってんだけど、はい、うん、ずっとここ10年ぐらいだいたいね、毎年4万以上走、4万ちょっと走るの、はい、でちょっと調べてみたら地球一周がちょうど4万ちょっとぐらいなんだよね、うんうん、毎年地球一周ぐらい走ってるっていうのは、そうそう、すごい、この10年ぐらいはそうだね、多分、うん、全国ですか。全国もちろん。そうそう、車で。そうそう、全国ツアー、まあ年に大体80から100本ぐらいやってるんだけど、毎年、うんうん、自分たちで運転されてるんですか。まあ最近はちょっとスタッフの人が運転することも多いけど、まあ最近でも割とする、まあ、うん、彼すごい運転が好き、運転も好きだから、うん、そうなんですね、うん、時間で今度一回測ってみたらどれぐらい
ていうことだよね。あ、うん、あでもそれ測っちゃうと嫌になるような気がするよ俺。本当、うん、いや家賃もったいないなって言ってたんだから、うん、あ確かに確かに、うん、5枚重ねソックスなんですよね、はい、うん、すごいねそれ、何あの1足目は、うん、絹 100% で2足目は綿 100% で3足目はなんか半々、うん、で4足目はまたなんか違う配合みたいな、うん、あの履く順番が決まってる重ね履きソックス、うん、え5枚本当に履くの？履くんです、あの寝る時に履いて冷えを防ぐっていうのが今いろんなところで売っていて、うん、今そうなんですよ、最近流行ってるって言って、私去年の誕生日かなんかにプレゼントされて、うんうん、それからあの新しいのをどんどん買い足してるんですけど、蒸れないんですよそんなに履いてるのに、蒸れないし、うん、足汗かかないし、うんうん、冷えないし、うん、すごく気持ちいいけれども、そのだから、うんうん、この順番を守ることで、はいはいはい、守んないといけないんだ、あのそうかあの、ね、そうなんです、その繊維がちょ、その間がちょうど間から、うん、ね、なってるってことですよね。なんでまとめたんですか。まとめたのにすごいざっくりしてる。まずあの本当にざっくりしすぎだ。私でもすごい冷え性で悩んでて、はい、冬はもう寝る前に足湯、うん、10分ぐらいしてから寝ようと思ってもまた冷えちゃって、はい、なんで一緒です。今年の冬はおすすめです、ぜひぜひ、本当に楽です。俺も冷え性なんだよ、冷え性なんですよ、ぜひ男性用もあります。去年気がついたの、意外ですね去年気がついたの最近これで冷え性、冷え性っては思わんじゃん、何ていうの冬赤道よりね絶対南の方なんだけど、あの南国なの冬すごい靴履いてても何やってても、うん、すごい冷たくなるんだよね俺。でみんなこんな冷たいもんだと思ってたんだけど、うん、ある日なんか誰かが、ね、俺の足触る機会あって、うわ冷え性なんですねって言われて、マッサージとか多分そうやってたのね、うん、それ言われて、あ僕冷え性なんすかって聞いて、逆にいつもこれぐらいですよって俺キンキンもキンキンに冷えてますよ、いつもキンキンに冷えてますよこれぐらいって俺冷え性だったんだと思って、赤道より南の顔してんのに、そう、友達でしょそれ、うん、友達のこれ私で、はい、よくあのドラムのさっきのダルビッシュメイク、ダルビッシュあのドラムと一緒にカラオケに行くんですけど、うん、その時にほとんどモノマネなんですよ私たち、でもそれに飽きてくるとあの他のアーティストさん、例えば赤い公園の曲を浜崎あゆみさんで歌ってみようとか、うん、ポルノグラフィティさんで歌ってみようとか、倖、うん、田來未さんで歌ってみようとか、うん、そういうことはやってますね。次元が高いね。高いな。本当ですか。他の人のもの歌真似的なのってなんかできたりするんですか。あの歌真似じゃないんですけど、中島美嘉さんが感情移入した歌に感情移入してきた時の姿勢、うん、それやってよやってもいいですか、はい、ちょ立たないとダメなんですけど、友達多いな本当、一瞬で終わるんですけど、まあ普通にこうやって歌い始めます、サビ盛り上がります、うん、っていうすごい、うん、あこうなりますよね、感じ盛り上がってきたね、はいはいはい、見えた見えた、でちょっとこうあの手のひらがこう、うん、感情がもう入りすぎちゃって獅子が揺れるんですよ、指先まで行っちゃってるね、指先が揺れるって、だ見たことあるやっぱりそれ、うん、あるある、すごいな、うん、角さんは逆に佐藤さん横で見てて私もこれできるかななんて思ったことない、私はいいでしょう、全然普段そのドラムとボーカルがやってくれるのを、うんうんうん、ああ振られないようにしようと思いながらビクビクしてるんですけど、最近椿鬼奴さんの声がちょできる気がしてきた、気がする程度で勝負するいいですね、できる気がしてきたんですこの間ラジオ聞いてたから、やってみましょうじゃあ、であの音の限界点に挑戦する椿鬼奴さん、はい、目閉じてくださいね、はい目閉じて、ダイヤル回して手を止めいや目閉じたら最後のとこ見えないじゃんでもこう音の限界点にああいいね、私何かで拝見したんですけど、クレヨンしんちゃんのモノマネできませんでしたっけ、えできませんあれ誰を見たのそれ、誰が間違
違ったんだろう。やったことないと思います。俺はしんのすけだぞってやってませんでしたっけ。やってないですね。キャリーちゃんのキャリーちゃんのモノマネをする子がもしかしてやってるかもしれない、うん、ああ、八代優さんかもしれない。かもしれない。なるほど。でもモノマネだってされるんですもんね。されるんですけど全然似てないんですよ。あ、そうなんだ。やっぱモノマネされる側の方ってやっぱちょっと似てないとイラッとしますか。いや全然嬉しいです。モノマネしていただけてるのはすごく嬉しいんですけど、うん、よかった敵が多いなと思って。キャリーちゃんどうなの、なんかモノマネできないの。いやできないんですよ、それが本当になくて。なんかそれこそ佐藤さんにちょっと簡単なこの人だったら誰でもできるよみたいな、みんなでちょっとやってません、そうだったら。え、でもクレヨンしんちゃんって誰でもできると思うんですよ。やってやって。おら、しんのすけだぞ。おい、似てる。ちょっとあのねちっこい、ねちっこい。で、ちょっとあの低めの声を出す。ここに響くような声。ごめんなさい、ボーカルなんで。ここに響くような声。おら、おら、しんのすけだぞ。しんのすけだぞ。しんのすけだぞ。おら、しんのすけだぞ。ラジオが結構ポイントです。そうですそうです。オラ、新之助だぞ。漫画日本昔話でしょ。ちょっと全然違うから。難しい。モノマネできないよね。うんうん、やっぱこう声ってなかなかね変えられないから難しい。石くんってできるのモノマネ。できない。できないよバカ野郎。見えてない。できないよこの野郎なんか。いやこの声になっちゃったらもう無理じゃんだって。いやこれが通常の声なんだけどね。なんだこれ TV。さあ今日のエンディングなんでございますか、はい、いつものように和のおもちゃではなく和のお菓子、和菓子を回しておりますね。すごいな。色とりどりでいいでしょう、はい、美味しそう。そしてですね、これを食べたければ、うん、私、石厳選の締めクイズに正解してください。はい、頑張ります。ちなみに、どれか食べたいものとかありますか。なんか見た目でもいいし。和菓子結構好きなんですけど、このピンクの、うん、ちょっと桜みたいなやつ食べたいの。中多分あんこだと思うんですけどね。ピンクの菊みたいになってるやつ。そうそうそう、こしあん入りのですね。多分そうですよね。薄紅色と白い練り切りをぼかし、うん、なんか美味しいやつ。美味しいやつ。じゃあこれ美味しいやつ、はい、はい。じゃあ私の締めクイズに正解して食べていただきたいと思います。はい、頑張ります。参ります。クイズ、牛の胃袋は3つある、丸か×かでお答えください。はい、牛の胃袋は3つある、丸か×か。×、はい、正解は×です。あ、やった。何やった。悔しい。やっぱり悔しい。すげえ悔しいよ。知ってんのこれ。いやいやいや、あの石の胃袋もし3つあったら、うんうん、焼肉屋さんとかにもっと胃袋メニューみたいなのが絶対増えるじゃないですか。3つもあったら確かに1個のうちに3つあって333ですごい増えるから、うん、見たことないなと思ったので、うんうん、バツにしました。なるほど、キャリーちゃん、はい、牛の胃袋実は4つです。なんちゅうリアクションじゃん。嘘。いやー、しくじった。そっちの、そうか、そういうのもあるんだ。そういうのも、そっちの外し方なんだよね。じゃあなんであの、うん、焼肉屋さん胃袋パニックなってないんですか。そんなに、いやパニックにはもともとなんねえから。だって肉の部分の方が圧倒的に多いわけじゃん。まあね、キャリーちゃんは1個だと思ったってことでしょ。そうそうそう、4つなのよ。多いな。多いのよ。じゃあ運よく当たった感じだ。運よく当たっちゃってね、はい、じゃあまあ何にしても当たると思いますから、はい、ピンクの和菓子いただいてください。はい、いただきます。はい、どうぞ。美味しそうだな、和菓子好きなんですよ。いただきます。いいね、食べれて本当に。うん、美味しい。甘い。じゃあ今度はまた難しい問題考えていきますのでね、はい、それではまたお会いしましょう。さようなら。バイバーイ。キャリーちゃんの最新情報はこちら、チェックスペシャル。